藤原宗介は、平安時代後期の苦行。藤原北家中見門家の祖、兼大納言。藤原宗春の子。神は、11位、大城大臣。堀川、または、京国と号する。八海大臣の異名で、今鏡、実金賞にも登場する。冠石や夕食古日に通じ、音楽に秀で、かつ控えめな人物であったが、非常な見客であり、 その他個性的な逸話を数多く残した。下法2年、まだごいくら人という低い感触の時に、父、宗春が死去、さらに側近として、使え仕組んであり笛を通じた友人でもあった、堀川天皇が創生するなどの不幸もあり、昇進が遅れ46歳で、ようやく賛議として苦行に劣した。大治3年の地獄では、宗助が外籍のおじである源氏、 大の任官された職務を誤って書き写した公文書を作成してしまい、字幕のやり直しが行われた。平素からあまり政治に口出しすることはなく、趣味の世界に没頭していく。音楽においては、笛や美は、そうに秀でており、当人も死ぬのは怖くないが、笛が吹けなくなるのが困ると語った。また、娘、若御前も父に勝るとも劣らない才能を持ち、後に、 東大随一の音楽家として、名を残した藤原市長もこの親子からことを習った。もう一つの趣味は自然への親しみであった。公家が自ら草花を育てることは考えられなかったが、宗介は自ら菊やボタンを育てて、藤原より長や蕎麦上皇ら親しい人々に献上している。何よりも人々を驚かせたのは蜂を飼い鳴らしていたという話である。 当時の日本にも用法は伝わっていたとはいえ、古事談ではそれを無益なことと人々から嘲笑されていたが、宮廷に蜂が大発生した際に宗助だけが冷静に蜂の好物である琵琶を差し出したところ、蜂はその蜜を吸っておとなしくなったと伝え、実験賞では飼っている蜂の一匹一匹に名前をつけては自由に飼いならして、気に入らない人間を蜂に命じて刺させたとしている。宗助が、 県中納言であった56歳の時に、関白、藤原忠実の子でわずか13歳の頼長が同僚となった。43歳と親子以上の年齢差があった二人であったが、再起にあふれて敵が多かった頼長に対して、宗介は年長者として接し、頼長も宗介に対して敬意を払った。この信頼関係は頼長が大臣に昇進した後も続き、頼長はしばしば、 宗ケと政治的な相談をしたり、子、市長への音楽の教授を依頼するなどのつながりを深めた。より長から見れば宗ケは高齢になっても、なお職務を忠実にこなしている模範となる人物であり、大臣に昇進させないのはおかしいことであると、賭法王らにたびたび創上したが、より長存命の間には実現しなかった。なお、旧安五年藤原氏として初めて、 純ナイン別当に任じられている。方言元年、方言の乱によって頼長が撃たれると、頼長側近の貴族らは、宮廷から追放された。だが、その筆頭であった、大納言宗介には、何の処分もくだらなかった。すでに宗介は80歳の高齢であり、このような老人が反乱の企てに参加できるわけが、ないと、後白河天皇らから思われたからだと言われている。 その数ヶ月後、より長死亡に伴う人事堂によって、右大臣に任命されたのである。そして翌年にはついに大乗官の最高位である、大乗大臣へと昇進する。宗助の大乗大臣時代には、後白川上皇と二条天皇の格出、陰近神官の対立など自体は激動し、やがて平時の乱が発生する。宗助はその見客を駆使して、南極を乗り切り、 84歳で引退するまで長い、政治生活を送った、包み中納言物語に登場する、虫目ずる姫君のモデルは、宗介、若午前七子であるとされる。ありがとうございます。